Good luck, everyone. 皆さんこんばんは。ガイチャンネルです。さあ、3日連続となりますね。このニュルブルクリンク北の夜、ラディカルの5周のレースをお届けしたいと思います。さすがに今回ですね、予選走ってきました。まあね、ただ走りましたっていうね、レベルですので、グリッドが9番手ですね。なかなかフロントローセカンドローっていうのは遠い壁になっております。ただ、きちんとねグリッドスタートして上位入賞を目指したい。あとはね、3つ後ろのグリッドにアキラさん、ノリマルアキラさんいらっしゃいますね。さあ頑張りましょう。スタート。これね、前詰まってるとチャンネルスタートが全然使えないんですよね。もうこれは辛い。よし、後ろ大丈夫ですね。間空いてますね。これは全員スムースなスタートですけど、ちょっと前詰まってますかね。さあ、ここは追突しないように余裕を持って、特にねこのスタート直後はリアタイヤを急激にね発熱させるので、結構ねリアのグリップが怪しいですね。そこをなんとか抑えつつ、まずは第一難関をクリア。このね、前方にいるゼッケンナンバーワンのアシュレイさんのカラーリングがねかっこいいですね。このオートとこのねキャメルカラーがなかなか、これは詰まりましたかね。アシュレイさんがオーバーテイクしていくかなと思ったんですけど、これは厳しそう。これね、ゼッケン16が相手ですからね、ゼッケンナンバーワンとしてはね、オーバーテイクしていきたいところだったんでしょうが、いやこれはね、アイレーティングガタ落ちなパターンですね。いやこれはかわいそう。さあ気を取り直していきましょう。今ガイル選手8番手ですかね。さすがにね、もう3日目ともなると結構ね慣れてきますね。で特にこういう風にね連なって走ると路面が明るくていいですよね。お大丈夫か。大丈夫ですね。さあこのねドライハッハレヒテスを越えて、その次の鋭角なコーナー、低速コーナー、ベアザイフェンですね。ここがやっぱり一番怖いですね。さあやや安全めにクリア。いや今回もですね、目的は SR ですよ、ね、間違えちゃいかんですよ。間違えちゃいかん、おー怖い怖い、間違えちゃいかんのですけど、これはねこれやっぱりねしょうがないですよね。このアイレーサーとしての血が騒ぐ、ガンガン行こうぜ。これはね、さあスタート前は命大事にの、ね、作戦だったはずなんですけど、命大事になのかガンガンなのか、ね、なんか どっちが分かんない、ガンガン大事にみたいな、よく分かんない作戦に、ね、なっているような気もしますけど。さあこれスリップで近づけそうですね。後ろのケビンさん 2.3 秒差、これはスムースに先頭交代していきそうですね。さあ前方はゼッケンナンバー9のアランさんに変わりましたね。これね追突しないようにと、いやいや早めにブレーキかけて正解でしたね。結構慎重派みたいな感じですね。おー詰まる詰まる、おー、これは辛い。このね、アラン・ジョリーさんっていう前を走るドライバーも、このファーストネームもラストネームも L が2つついていて、こう韻を踏んでいるような感じで、なかなかね名付けセンスあるなと思いながら走っているこのニュルブルクリンクの夜。
ちょっとこのアランさんね、少し危なっかしいですね。あんまりこう追い立てるとこの巻き込まれかねないので、こうね、プレッシャーはかけつつも何かあったら自分が巻き込まれない。おーおー、ね、やっぱ危なっかしいですね。まあ、確かにね、このミラーに、おーおー、今が5番手ケミンさんじゃなくて、ニクラスさんですねが脱落していきました。いやー、このね、サバイバルな夜のニュールブルクリン級北コース、うー、怖い怖い。さあ、ここはまだ焦らなくても大丈夫。スリップがメインストレートに行けばスリップが使えるはず。うー、ちょっとこうね、何々が使えるはずっていうのはこのニュールのメインストレートのスリップと、あとはミンキーステッキしかね、もうかなり昭和のネタになるんですけど、ミンキーステッキが使えるはずねというね、歌にもあったように、そのね、世の中で使えるものは2つしかない。さあ、スリップ入りましたね。 0.7 秒差、これは結構いいんじゃないですか。で、前方のアランさんのその前のアルミンさんとは 2.5 秒差、まあ、2秒空いてるので、ここはそんなにね、スリップ引かないと思いますので、これはガイル選手有利なはずなんですけど、なかなか縮まんないですね。あ、でもこれ、前走るアナンさんが2秒先のアルミンさんのスリップそこそこ効いてるんですね。これは誤算。せめてね、この、落ち着いて前方の、ね、アナンさんがとっちらからずに落ち着いて走ってほしいなと思うところですね。あそこの、ね、最終コーナーはこう夜はさすがに見通しが効かなくて、なかなか、ね、こう勝手がいつもと違いますね。さあ、レースは2周目、合計5周で争われます。やっぱりこれはね、ガイル選手としては前出たいですね。やっぱりライン取りがね、ちょっと甘いなっていうのはね、後ろから見てて分かりますので、なんとかね、前に出てこう自分のね、ペースで走りたいなっていうところですね。やっぱりこう追突しないかどうかを気にしながら走るのはなかなか厳しいなというところですので、まあ、ここはね、こうまず我慢ですね。おこれは譲ってくれてるのか。お、素晴らしい素晴らしい。サンキュー。これはサンキューですね。で、後ろのアランさんのそのすぐ後ろにケビンさんが来てますね。さあ、これね、1日目のこの運転に比べると、まあ、だいぶこのボトムスピードを上げたまま曲がれるようになってきたんじゃないかなと。やっぱりね、この習熟するっていうのは大事ですね。それでもね、予選タイムが、6分33秒だったんですけど、ガイル選手ですね、順番が、まあ、300人ぐらいいる中の100番ぐらいですかね。でトップは6分20秒って言ってね、13秒差がついてますね。で、まあ、トップが別格だとしても、まあ、トップ10、ね、あのトップ5に争うためにはあと10秒ですね。せめて6分23秒に上げなきゃいけないんですけど、まあこれね、想像つかないですよね。あと5秒ぐらいはいけると思うんですけど、10秒はね、ちょっと厳しそうかなという感触であります。さあ、後ろのアランさんと 0.8 秒つけましたね。これはいいペース。なんとか前方のアルミンさんを追いかけていきたいところですけど、あ、少し縮まりましたかね。 1.4 秒。これは多少スリップが期待できるんじゃないでしょうか。
さあ 1.5 秒差ですね。今までの経験だとですね、やっぱり200キロ超えてきますので、特に終盤の上り坂のあたりはですね、意外とスリップ引くんですよね。さあ今 1.3 秒まで縮まりましたね。 1.2、 おかげで後続のアルウィンさんとは 0.8 秒差のまま維持できてますので、これはいいですね。よし、なんとか全開でクリアできました。さあ 1.0 秒まで詰めてきましたよ。これは美味しい。あ、少しミスりましたね、前方のアルミンさん。 0.8 秒差。うん、いいですね。カルッセルでも縮めましたね。後ろはケビンさんが前に出てきてますね。あ、これはエーペックス外してますね、アルミンさん。うん、もうちょいねイン側をこうカットしていきたいんですけど、なかなかタイミングが難しい。さあ、ここの頂上のね、リアが吹っ飛ぶの注意。さあ、今日はねインシデントをつけないっていうのもね目標になってますので、まだまだねインシデントゼロですよ。お、なんか苦しそう。あのライン取りは苦しそう。あ、だいぶね縮まりましたね。 あそこ失敗するとね、スピードの乗りがどうしても悪くなってしまいますもんね。うん、怖い怖い。おー、あー、これはミスっていく。アルウィンさんが脱落。ただね、今の釣られてね、加速が遅れたので、後ろのケビンさん 0.4 秒差。これは厳しい。あ、この 0.4 秒 0.2 秒、これはダメですね。もうこれは追い抜かれるパターン。さあ、まっすぐね、乱さないように、ぶつからないように走りましょう。さあ、これアクセル緩めてないですけど、うん、ちょっと緩めましょうね。なかなか、うん、抜ききれない速度差がありましたね。さあ、このね後ろのアランさんを2人でね引きちぎっていきたいところですね。おー、引き離すどころか追いつかれていく。レースは3周目。さあ、まだまだ前半戦終わっておりません。5周のうちの3周に突入ですね。さあ、ケイビンさんと 0.9 秒差ですけど、後ろのアナンさんがね 0.6 秒差で、これはスリップ圏内に入られてますね。まあ、ただケビンさんのねスリップが多少効きそうなので、うん、もう一度追いついてって仕切り直しといきたいところですね。うん、やはりねスリップ入ってると結構トップスピード伸びますね。うん、後続のアランさん相変わらず 0.6 秒差で食らいついてきますね。
危ない、うん、あそこのねリアがブレイクしそうに、なった時などはこのスペックレーサーフォードで鍛えたこの、ね、フロント荷重とリア荷重のバランスをアクセルを入れて取るっていうねその技で、小技を使って回避しています。さあここは2速に落とすとねかなりこう加速が強すぎるのでじわっと加速の3速のままクリアしてますね。さあまた怖いベアザイフェンがやってきた。でもここを頑張らないと、おお頑張りすぎ、まあ、なんとかフロント荷重で帳尻合わせてコーナリングしました。後続のアランさん 0.8 秒差よし少し引き離したけど前方のケビンさんも 1.5 秒差なかなか遠い。うん、よしこれ 1.3 秒差近づきましたよ。さあこれまたほんのりスリップで近づいていきたいところ。さあ前方のケビンさんと 1.3 秒差ですね。これいい感じじゃないですかね。後ろのアランさん 1.0 秒差これがどう働くか、うん、このね前後のスリップどういう風にタイム差がギャップが変わっていくかですね。さあケビンさんとね徐々に 1.3 秒だった差が今 1.1 秒。うお怖い、いかんアクセルをね一瞬緩めてしまいましたね。あこれで 1.1 秒開いて後ろの、ね、アランさんが 0.9 秒差まで近づいてきました。後続のアナさん 1.5 秒差離れましたね。これはカルセルでミスがあったに違いない。このカットが開いていきますね。うん、1.8 秒差開きましたね。いやこの速い、さすがケミンさん 2.0 秒まで開いている。これはメインストレート苦しい、ミンキーステッキが使えない。さあケミンさん 1.9 秒差これどうすかね。で後続のアランさん 1.2 秒差ですね。これアランさんはスリップ使えてきそうかなというところです。あ少しほんのり、うん、もう ほんのりはんなり縮まってますね、うん、1.9 秒だった差が 1.8 秒差でもやっぱりそんなに縮まってない。後ろのアランさんは 1.3 秒差これも変わらずですね。あでもやっぱちょっとずつねこのメインストレートで 0.3 秒ぐらい縮められましたね。これはね少しだけお得。ね、スーパーマーケットのポイント2倍でぐらいちょっとだけお得っていうね。よしさあレースは4周目後半戦ですね。
さあケビンさんと 1.8 秒変わらず、後続のアランさん 1.3 秒ですね。今回の SOF がね2800なんですけども、今ね5番手、まあ、5番手であれば、メインアカウントのねアイレーティング5500のアカウントで出ても5番手どうですかね、どうですかね、アイレーティングプラマイゼロぐらいな感じがしますね。ですので、セカンドアカウントを作ってよかったなと思うのは、こういう風にね気軽にあのレースにね、参加できるこのね、リザルトを、まあ、そんなにねあのいざ走ってみるとやっぱ気になるところであるんですけども、まああのね、参加するときはこう気楽に、ね、参加してみよう、これができるのがやっぱセカンドアカウントを作ってよかったなと思うところですね。だんだんこのアイレーシング歴が長くなって、でこのアイレーティングも、ね、そこそこ上がってきて、これを、ね、守っていきたいというですね、この人間特有の、ね、欲望が出てくるとですね、なかなかこうメインアカウントで、あまりよく知らないカテゴリーに参加するのはこう腰が引けるという風になってくるんですけども、まあ、このねセカンドアカウントを作るのはあのアイレーシング公式的にもあの問題なしと言われているところですね。まあ、ただねあのサンデーナイトライツ主催者のアレックスさんには一度ねあのおこごと言われたことありますね。あの確かにセカンドアカウントの利用っていうのは規約上何も問題ないと言われてるけども、やはりこの、ね、スキップバーバーの、上位のレースに、ね、バトルになった時にどうしてもこのメインアカウントとセカンドアカウントだとそのラフさといいますかこの、ね精度にどうしても、ね、気持ち的に差が出てくると、でこれはもう何年も前から議論があのなされてきているところで、やっぱりねセカンドアカウントいいよとは言われてるけども、本当にいいのっていうと、実はそんなに良くないんだというふうにね周り方は思われてるっていうことは心に留めて、レースをしていった方がいいのかなというふうに思いますね。あとはねこのセカンドアカウントなんといってもお金がかかるっていうのはねありますよね。既存の今までやってきたアイレーシングのアカウントで、まあ、いろんなレースに出ていって、で新しいセカンドアカウントの方でまたあの専門職、アカウントを作るというふうにすると、まあ、台数やコースの数的には抑えられるんですけど、ガイル選手みたいにですねセカンドアカウントでいろんなレースに出ていこうとすると、まあ、車もコースも全部買い直しになってしまうんでですね、で、まあ、この、ね、年会費、まあ、最初2年間契約してあとはコースと車必要な分 もう一気に買ってしまって、まあそこはねもう痛みはあの一時的に過ぎ去るのでいいんですけど、ね憂鬱なのが新しくコース追加になる時ですよね。そうすると2アカウント分コースを買わなければいけないので、そこがねアカウント2つ持つところのネックかなというふうに感じているところですね。さあこのねケビンさんが調子よく飛ばしていてもう 2.6 秒差つきましたね。これはちょっと追いついていくの厳しそうですね。なんかミスがあればまだいいんですけど、さあとはいえ今のところインシデントまだゼロです、ね、このままゴールすれば確かねインシデント8で、プラス 0.2 もらえたんですよねセーフティーレーティング。ですので、まあ、インシデントゼロであればあのプラス 0.2 以上は確実にもらえますので、そうするとね晴れて、A の 2.0 以上に上がって、まあ、降格の危機は逃れると、ね、いうことになりそうですね。もうねあのウィーク12になってますので早めにですねあのウィーク13休暇アイレーシングのウィーク13休暇をいただいて、このワークライフバランスならぬアイレーシング、ライフバランスを取っていきたいなと。でやはりあの、ねもう積み上がってるですねロールプレイングゲームとか結構ありますんで、そちらの方もねこのオフラインの余暇も過ごしていきたいなと思っているところですね。まあ、このやはり1週間といいますか基本的に毎日配信してますと、
お、これはこの煙は何でもないですか。あ、でもケビンさんの前方のあゼッケン、2番手だったマイケルさんですねが落ちてきてますね。あ、これはまた終盤になって一波乱ありそう。うん、で、そうですね、積み上がってるゲームやんなきゃねっていうところですね。で、1日1配信をやろうとするとやっぱそこそこですね、時間が、かかってですね、まあ、特に週の前半は、まあ、火曜日水曜日木曜日あたりは、もうね基本的にアイレーシングしかこの余暇、としてね楽しめないと。まあ好きなのでいいんですけど、さすがにですね最近はもう1週間まるまるアイレーシング漬けっていうのをやると、お、これは3番手だったマイケルさん、またなんか新しい人が落ちてきました。うん、というわけでね、できるだけアイレーシング以外の、楽しいこともね、まあ、映画見たり音楽聴いたりっていうのも織り交ぜていきながら、やっていきたいなと思ってますね。まあ、今のところ目標は、今450話ぐらいですかねこの配信が。おお、1台これは周回遅れ、まあ、これをですね目指せ1000話ですね。で1000話になれば、まあ、すっぱりやめるっていうのも寂しいので、まあ、気が向いた時更新ぐらいにペースを落としていこうかなと思っているところですね。うん、で、このもともと YouTube のアカウント、配信用のアカウントっていうのは持っていたわけですけど、始めた時がね登録者130名ぐらいの数だったんですけど、今や600名を、ね、超えるほど皆様にチャンネル登録していただきましてね、本当にありがとうございますといったところなんですけども、まあね、これが登録者1000名ぐらいになると、ね、夢の収益化っていうですね、せめて VRS 代とこのレースラブ代ぐらいは、稼ぎたいなと思っているガイル選手としては、まずそこが、ね、目標となりますね。でもう収益化してしまうと、なんかこの YouTube からいくらもらってるみたいな、なんかあんまり言っちゃいけないらしいんですよね。でただ、現時点での見積もりといいますか、まあ、そういったサイトを見てみると、ガイル選手が、1000名ぐらい、獲得した場合1配信あたりいくらでしたっけ、ね、80円ぐらいですかね、100円いかないんですけど80円ぐらい、ね、小銭をいただけると、いうことですので、そうすると月、まあ、2000円ちょっとぐらいですかね。そうすると確かに VRS 代とレースラブ代は、ね、ちょうど稼げるぐらいなんですよね。ですので、ね、このささやかではありますけども、ね、よろしければ皆様、ね、チャンネル登録をよろしくお願いしたいところです。さあいよいよファイナルアップですね。さあ前方の落ちてきた、ね、マイケルさん、ペースが落ちることもなくですね再び、快調に飛ばしていって、このね、今ガイル選手5番手のポジションですけども4番手に上がるというのはなかなか逃走ですね。うん、で、さっきのお話でチャンネル登録者、ね、600名の皆様なんですけども、まあ、アイレーシング自体ですね、人口が日本人の人口が、いつでしたっけ、ガイル選手が始めた頃はまだ、1000名、ね、いかない、1000人に届かないですよねって言ってたんですけど、今1500名とか1700名とかなんですかね。ですので、まあ、もうすぐね日本人アイレーサーの、登録者数もう2000人近くなるとは思うんですけど、まあ、そういった中でねこのグランツーリスモスポーツとかですね裾野のすごく広い、カテゴリーの配信をされている方はチャンネル登録者数もね稼げる風に、なってるんですけど、このアイレーシング専業でやってるガイル選手のこの600名っていう登録者ですね、本当に登録していただいている皆様ありがとうございますというところを改めて、ね、お礼をしていきたいところですね。まあね、この、登録者の皆様に、いい配信をこの、ね、ダメダメな配信ではなくてこう胸のスカッと ね今日もビールが美味しいみたいなそういった配信をしていきたいっていうのもこの走るためのモチベーションになってますね。
そういう意味ではこの配信をやっているからこそスキップバーバー専業ではなくて、まあ、いろんな車に乗ってみましょうということ で特に、ね、フォーミュラ系は、まあ、週替わりといいますか日替わりといいますかいろいろ乗るようにしてるんですけど、まあ、これも、ね、配信をしているおかげだなと思いますね。さあね、後続のアランさん、なんか今ピカピカとをこれはスピンしてこのヘッドライトがくるくる回ったので、ね、夜空に雷鳴のような光が取れたんですね。さあこれウイング曲がってますけど、あ、これ苦しそうですね、苦しそうですね。さあこれは最後になってチャンス到来。うん、まあ、速度差ありますけど、まあ、ここはね無理になんかちょっとディフェンシブなラインを取っていてなかなか微笑ましいところありますね。さあここはおお、なんかいかん、だいぶね危ない、まあ、ぶつからなかったのは良かったんですけど、 あそこのクラインズカルッセル、ミニカルッセルで結構ねマイケルさんがスピード落としたんですよね。でありゃこれは追突するかなと思って、このガイル選手も車速を落としたんですけどバランスを崩してアウト側に、ね、はみ出していきましたね。いやこれはねやっぱねダロー運転は良くないってことですね、かもしれない運転、このね教習所で習わなかったんですかと視聴者の皆様から、ね、お小言を受けそうなドライビング、なかなか最後はスカッとしないドライビングですけど、そうですね、あの後ろにいたアランさんがね漁夫乗りで、うん、もう全然余裕でオーバーテイクしていってますね。これはもったいない、これはもったいない、うん、悔しい。うん、これやはり今一歩届かず、おー、いかん、最後にオフトラック、なんとも締まらないゴール、はい、ですけども、6番手ですね、はい、10番手スタート、6番手フィニッシュでインシデント、2つついてますね、なぜか、まあ、これは、まあ、しょうがないということでですね、うん、6番手で、ですね、ついに念願のですね、ここです、ここ、ガイル選手6番手フィニッシュで、アイレーティングもプラスでセーフティーレーティングが念願のですね 2.0 台上がりましたね。いやー、これで一安心、ようやく年が越せるではなくてアイレーシングのシーズンが越せると、はい、いったところですね。はい、でもうね今期のアイレーシング活動は、まあ、これで終わりかなというところなんですけど、あと、まあ、取りためてるですねスキップバーバーの配信があと2つほどありますので、そちらを、あと2日ですね配信した後は、まあ、1週間近く、まあ、お休みをいただこうと思います、ね、でまた、新たに心得も新たに2022のシーズン1からですね配信を始めていきたいなと思います。ね、まあ、このアイレーシングの、シーズンも年の最後ということでですね、まあ、一区切り、となってガイル選手も、アイレーシング1年半ですね、続けてきて、ね、視聴者の皆様の応援のおかげでアイレーティングも、ね、5500、というですね、まあ、大台の5000を超えることができました、ね、本当にありがとうございます。というわけでよろしければですねぜひチャンネル登録、をお願い、いたします。あとね、ついでに高評価、低評価ボタンも押していただけると、嬉しいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。